チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、全く別のね動画を見てたのよ。日曜日で休みでゆるっとならね、ちょっと面白いもん見つけたんで話したいと思います。なんで、配信者とかにアンチがついて叩かれる人が結構多いのか、もちろんあっちゃんもそうやねんけど、なんでこう配信してたらみんなに叩かれるのかっていうのがね、分かりやすかったんでちょっと話をしたいと思います。人間の脳っていうのはね、近くにおる人の脳と脳同士で通信するんやって。それミラーニューロンっていうねんけども、そのミラーニューロンっていう効果で近くにおる人の IQ の高さを察知するんやって。で、自分より IQ の高い人を妬む習性にあるんやって。で、結構やっぱりね、あちゃんよ、アンチの人は嫉妬してるってよく言うねんけど、全く嫉妬する要素ってないでしょ、あっちゃんに。お金もないし、身なりもこんなんやし、でも嫉妬される、嫉妬されるから、あの人はこんなことしてるから脱税してるんじゃないか、あの人はこんなんで、不正受給してるんちゃうかとか、そんな疑惑を勝手なことで作り出して、あいつはこんなんで落とさなあかん落とさなあかん、それも嫉妬やねんね、結局ね。その嫉妬は何かっていうと、ミラーニューロン効果で自分より IQ 高い人を見るとイラッときて叩くんやって。だから IQ の高い人は人を嫉妬しないし、人を叩いたりしないんやって。なるほどなってあっちゃんは思ったんよ。で、その中で IQ 低い人ってやっぱりアンチになる人が、アンチになる人って結局 IQ 低い人ばっかりやから、 IQ の高い人はアンチしないからやねんけど、で、なんでそんなことをなるのかっていうと、やっぱりね、人間のそれ防御本能らしい、ミラーニューロンっていう効果で、やっぱりその人の脳と脳っていうのは一応その察知するようになってるんやって。だから、IQ 高いイコール成功してないでしょ、でも未来で成功するであろうっていうのもミラーニューロンっていう効果で察知するんやって。だから配信者してたらいつかバズるかもわからへんし、いつかね、なんかするかから、それでもやっぱりバズりもせえへんような人には嫉妬せえへんねんってだから、なるほどなーと思って、だからあっちゃんは嫉妬されてるんやっぱりそうなんやと思って、で、結局ね、あっちゃんも、これ何の話か言うたらね、お金持ちになる人の心理学っていう動画なのよ。で、おすすめ上がってきて面白いなと思って見てみたんよね。ほんならそこでそんなこと言うとって、で、これが何にお金持ちに関係あるのかっていうと、嫉妬されるから、やっぱり嫉妬されたら困るから、私は実は貧乏なんだよって貧乏のふりをするんよね。結局金ないねん金ないねんって言うてしもうたりね。で、もちろん金ないねんで、ないねんけどないねんないねんって言うてしもうたり、いや今月きついわとか言うてしもうたりするんで、これも無意識に言うてしまうんやで、ああ言うたあかんと思いながらも言うてしまうんやって。それを意識して止めへんことには、なんでこういうような言葉が出てしまうのかっていうと、嫉妬されて叩かれるから、そこで自分はその嫉妬、要は出る杭打たれてんねんけど、打たれとかなあかんねんと思うから、そういう言葉が出るんやって。あっちゃんもなあ、もうそこにはまったんやと思って。だからあっちゃんは金持ってるんだよっていうね、これモデリングっていうねんけど、金持ってる人のモデリングをしないといけない。だから貧乏なんだよ、苦しいんだよって言ったあかんのよ、やっぱり。だから言わんようにしなあかんなってちょっと思ったんやけど、だからその今月苦しいしね、お金持ちになる人の心理学って見て、ちょっとでもね、懐が潤えばなと思ってね、ちょっと見てみたのよ。ほんだらこういうことかって言って、ああそっちかって、だからあっちゃんはお金持ちにもなれへんし、アンチにも疲れるんやなって妙に納得してしもたんやけど、だからあっちゃんももう今日以降ね、金ない金ないってことできるだけ言わんようにしようと思って、これ言うっていうのはお金がないから言うんじゃなく、お金がないように見せとかないと叩かれるから言ってるんやって、これ深層心理でね。だからそれを無意識にしてしまうから、やらんようにしなあかんなと思って、だからあっちゃんはお金を持ってるんだって。で、欲しいものがあったらね、抑えるっていう意識、抑えなあかんと思ってお金を使わない無意識で、お金
やっぱり無意識で欲しい、だからインターネットサイトとか見て欲しいもの見て物欲が上がってくる、もうなるほどな貧乏人の心理そのままハマってるわと思ってさだからそういうところでね、あっちゃんもこれからちょっといろいろね意識改革をしていかなあかんなと思って、でこの俺本やねんけどもこの本買おうかなと思ってね見てたんよね、うん、でAmazon で見てたらね中古も売ってて中古買おうかなと思った、子供が中古のそんなお金持ちになる本の中古なんか買おうたらお金持ちにならへんかって貧乏やった人がこんなもんいらんわって投げ打ったから安いんから中古ちゃうかって新品買えよって言われてさちょっと妙にそこも納得してしまってね、うん、まあ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 そんな話やねんけどもね、まあ、ミラーニューロンっていう機能でね人間やっぱりその金を持っとる人、金のじゃあ IQ の高い人を見ると緊張感とかね出て嫉妬するんやって、でミラーニューロン幸福感のある人が近づいてきたら幸福感があるとこ受け取ったりするんやって、でミラーニューロンを通じて脳のネットワークが、周りの人がね察知して嫉妬されるんやって、うーんまあそんなあんねんな人間って、その不思議な力あんねんなと思って、だからそれがねつながって会社を失脚した人とかもいてるんやって、だからお金がたまらへんだり稼げへんだりしたりね、うんそうなってくるって、うんだから嫉妬の影響を受けていくとね、あーちゃん結構ね感情に流されて損したことあったりとかね、不快な感情がなかなか消えへん、まあそれはあまりないねんけどもね、怒り憎しみは続くことはあまりないんやけども、やっぱり感情とか情に流されて損することって結構あんねん、これってやっぱダメな感情で、やっぱり知能指数だからね IQ の低い人に引っ張られちゃうんやって、だから IQ の低い人とミラーニューロンでやっぱ通信して、で低い方が低い方引っ張られることってあるんやって、そう思ったら、うん、そこは意識していかなあかんなと。で人間って意識の世界と無意識の世界だって、それがね 50-50 でだいたいバランス取れるんだけど、それが意識が強すぎて無意識が低かったり、意識が低すぎて無意識だけが強かったりするとやっぱりバランスが崩れると、どうしてもどっちがダメな方引っ張られるんやって、だから意識半分無意識半分って生きていかなあかんねんって。だからもしお金がない、今月しんどいと思ったら今月しんどい、節約しやな節約しやな節約しやなって無意識で節約するんじゃなく、ああ今月こうやって楽しいことしような、でも手元にお金がないから節約しやなあかんなっていう無意識で節約をしてしまう。だから言うたら意識で節約しやんでも無意識でお金がない時はお金がないって無意識で勝手に節約する体質になるし、お金がねあってお金があったら使う、無意識で使う、まあ、そういう風になってバランスが取れてくるんやって、それが金持ちの意識で、無駄なもん要はね意識で買うから無駄遣いをしてしまう、イライラするから無駄遣いしてしまう、無意識で買うものっていうのは無駄なもんは買わないし必要なもんだけを買ってしまうんやって、そういうやっぱり意識無意識っていうのは必要やね。だからそれと一緒で、一緒というかそういう効果で、ミラーニューロンっていう効果で自分より IQ の高い人には嫉妬して、だからアンチっていう人はあっちゃんに IQ 低い人やねなって妙に納得した。確かに IQ の高い人は人の、批判したり人に悪いこと言ったりせえへんのよね、妙に納得してしまって、だからみんなもね IQ 低いから叩いてるんやと思うし、叩かれてもね IQ 低いやつが叩いてんのかと思ったら腹も立たへんしね、やっぱりそこのところはね意識して意識しない、無意識と意識半々半々で生きていくっていうのが大事なんかもわからんなって思った、今日あっちゃんの今日の休日の動画を見た感想でした。はい、ということで今日のあっちゃんのねアンチは嫉妬で叩いてるっていうのがねやっぱり正解やったなって、うん、やっぱり嫉妬心から来てるんよね。その嫉妬心っていうのは何かというと IQ の低さから来る嫉妬心なんやって、なるほどなと思ったあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのまあ IQ の低い人は IQ 高い人を嫉妬と不安と嫉妬で叩くっていう心理の話、良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。これにバットマークつける人はかなり IQ 低い人です。ではまたね、バイバイ。